北のロッキーチャンネル。おはようございます。今全国的に17時ぐらいかな。昨日ちょっと朝方までお友達と喋ってて、リズム狂いました。ということで、ミニコちゃんとハルミちゃんよろしくペコリ。で、今からトモメ行ってきます。で、今日は宮沢のトモメンのホームページ概要欄に貼っとくんだけど、最近高先生以外に喜寿先生と受田さんっていう先生も新たにね入ったんで、今日は高先生がいない日なんだ。だから喜寿先生と桶田さんね、桶田先生どっちかなんで、どっちに当たるか分かんないですけど、もうバッチリ取ってっから俺、もう拒否ってももう無料に盗撮するから俺。てかさ、ロッキー号、昨日お友達のねネオンさんって方にね、タイヤ見てもらったの。俺冬タイヤ履き潰したのさ。見て、全然ダメだって。いや、急に思い出したんだけどさ、最近俺エホバの証人の動画出してねえんだけどさ、今ふと降臨したんだけど、うちほら母ちゃんが最初に家に訪問してきたね、上園姉妹って人がいるんだけど、新潟にいた時さ、それでエホバの証人知ってさ、それで俺が2歳の頃新潟行って、2歳から4歳の2年間いたんだけど、その時に上園姉妹っていう人がうちにたまたま来て、それでエホバの証人のその集会に行くようになって、で今度札幌の、今の北区に引っ越してくることになってね、たらちゃんと集団があって、それ回収って言うんだけど、100人とか150人ぐらいいる大きな、なんかヤクザで言えば、ね、組みたいなもんよ。でそこに入ったんだよね。でそれで毎週火木日の週3でそういう集まりで勉強会みたいな、集会って呼んでたんだけど、それに行ってたんだけどさ、後半は親父が折れたんだけど、最初はもう親父は猛反対してて、母ちゃんにお前が行くのは自由だけど子供を巻き込むなって言ったんだけど、母ちゃんはやっぱりほらね、子供にもそういう心理を教えたいっていう気持ちがあったと思うんだ。だからいつもその集会に行く火曜日と木曜日って親父が会社から帰ってくる前に早めに出んねん、集会が夜7時だから。でその時にさ、毎回外食だったの。だって早めに出るわけじゃん。学校帰ってきてすぐ着替えて、清掃に着替えて、でそれで例えば5時とかさになったら、例えば散髪に食べに行ったりさ、トンデに食いに行ったりさ、そういうね外食の思い出がすごくあるね。金もなかったんだよ、うち金もなかったんだけどさ、そうやってね、ちょっとでも週に2回の贅沢させてくれたんだよな、母ちゃんな。母ちゃんありがとうね。あと親父、最初の方、最後折れたけど反対してくれてありがとう、飯食えたから。ちなみに後半あなたすごい面白いユニークな呼ばな勝利の人が家に来て、その人のこと気に入って意外とあっさり折れたよね、あなた。さすが俊博です。美味しいものには訳がある。皆さんの初登場の喜寿先生ですよね。あ、はい。もうあれなんていうか、もう始まったんですか。ちょっと。いや、堅苦しい感じじゃなくていいんですよ。なんか話すんですよね、これ。なんか、あ、大丈夫ですよ。いいんですよ。喜寿先生が
今年1年持つとしたら終わるじゃないですか、はいはいはい、今年1年を漢字一文字で表してください。漢字先生の考えてるな。なんか意外とポンと出てくると思ったんだけど。まあ、広いですかね。広い。広い。広大の方ですかね。それはな、その心は。ですね、マンションが広くなったんですよ。あの網走からこっちに転居して、4L のマンションをちょっと買いさせてもらって、まあ、子供が2人いるっていうこと。ああ、そうなんですね。うん。とあとベッドが広くなってですね、うん、あ、なるほど、かなりいいベッドを買わせてもらって、ほとんど正方形みたいなベッドなんですよね。だから、あの横にしてこう寝られるっていうか、あ、なるほど、ね、その枕と直角でこう寝れるっていう、はい、いやちょっとあの皆さんてっきりなんか世界的になんか言ってくれると思ったら意外とこじんまりとしたらだったけど、すごいですね、そういう意味ではね。ありがとうございます。はい、わかりました。皆さん、金先生、いい先生なんで、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。うわみぞれ温泉最低。お疲れ様でございます。あのさ、見てゲーミングチェア買ったんだけどさ、友達からあのメーカーがコルセイルだかコルセイヤだかなんだかってやつ買ったんだけど、なまらいい、もう車のあれみたい、もう椅子、俺のオデッセイの椅子よりいい。で、皆さんもあのなんだろう、いやこれね4万7千なのよ定価が。でその2万5千円で1年しか使ってないやつあの売ってもらったんだけど、なんかさ、あの安物買いの銭失いって言葉あるじゃん。だ結構その安いものを買って、で、それですぐ壊れちゃって、みたいな感じがあるじゃない？だからやっぱりね、高級。北のロッキーチャンネル。